はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。前回で赤羽レイちゃんをね誘えるようになったんですけれども、ちょっと体力が減ってるんでどうしようかな。30日が当番日か。1回くらいちょっとデートしても大丈夫だよね。誘いましょう赤羽レイちゃん。これは逆玉狙いか。まずは食事に誘いますか。でもな、社長令嬢とななるとな、もうスーパーセレブコースとか食べ飽きてそうだからな。大トロ寿司、ツバメの スープ、こういうのもな普段から飲んでそうだしね。和牛ステーキとか23万円。まあこれは普通にまた今度と。じゃあ試合に行きましょう。今日は中日戦か。先発はジョンソン、ファーストはエルドレッド。あれ鈴木さん本当なんか最近出てないな。怪我とかしたのか、それともちょっと調子が悪いから今はこういうオーダーなのかな。マツダズームズームスタジアム広島です。まずは1回の表、先頭バッターは大島。通算50勝まであと1本でした。セカンド左奥のフライになりました。菊池落下点に入った、掴みました。 OK、 これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2000本安打の高打者。通算50勝まであと9ってさ、これ毎回出んの。ファーストフライになりました。ファーストキャンバスの後方ボールを掴みました。一生なんて試合が終わらんとさ、つかないだろう。これはファースト、カバーに入ってアウト。スリーアウトチェンジ。ジョンソンこの回きっちりと3人で抑えています。カーまずはゼロに抑えました。このホームランの数だったら自分4番に座っても良さそうだな。この回のトップバッターはこれはフォアボールか。いきなりフォアボールを与えてしまいました。投げました、ジャストミート。おお、これはファル、スタンドに入りました。おお、というか一歩間違ったら入ってたな。ああいうライナー性のあたりとかまず取れないかな俺だったら。空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げました、打った、阿部取った、うん、一塁送球、サードも OK。 3アウトチェンジ。2回の表が終わって、さてじゃあ1本打っていきますか。ここは初球決まった、高めの高速スライダー。第2球投げた、ヒットか。ストレートは外れてもカウントワンボールワンストライク。これはツーシームはもうカウントはツーボール。高めに攻めてくるね。さあ4球目、そこから低め、打った強い当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。まあとりあえずヒット、ナイスバッティングです。ワンアウトだからね、続いてくれればよかったけど誰も続かなかったか。これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは次流し打ち。これは際どい、ヒットになります。打球が転がっている、ボールはセカンドへ、二塁。杉山ツーベースヒット、ツーベースを打たれたか。先制のピンチを迎えます。バッターはピッチャー大野、第9。そこそこ足も速いね。わずかに外れました。バントか。さあ次の投球、手堅く送ってくるね。ピッチャーの左へ転がした。これはこの後犠牲フライがありえるな。なおもピンチが続きます。捕殺できるか。投げた、打ちました、バックホーム体勢の間。おお、これで内野ゴロに抑えたね。3塁変わりません。第6球は打った、うわセカンド、ほんとこれ菊池さんマジすげえ。いや菊池さんのおかげでこれ1点抑えたわ。ほんとこれはねー、しびれる憧れるですよ。いやこのピンチをしのいでさらに1点を取ったっていうのがめちゃくちゃでかいね。こっからよしよしよし、もう1点やっぱり欲しいよね。そうするとピッチャーとしては、あこれはちょっと無理、普通に無理っす。センター前ヒット、クリーンヒットです。平田いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点となってられました、うん、まあ、センター前だね。特に誰が悪いっていうわけでもなく、俺すぐあれだから、ね、守備が乱れるからな。あこれゲッツーいけんじゃん。セカンドフォースアウト、お見事。スリーアウトチェンジ。これはでもショート別に
ぶつかってんな。4回の表が、さてさてさて出番が回ってきたよ。ここは一発ちょっと打って入ってくるか。際どいね、今のはちょっと際どいわ。第2球投げました。どうよ、打つか。打球はそのまま伸びていく。 OK、 よしよしよし。46号、ソロホームラン。スタンドへ叩き込んだ。ツーシームを完璧に捉えました。チームメートが迎えます。さてこの2点を5回の表、守っていこう。これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは福田、打ちました。あ、これは大丈夫か。でも前進取りました。 OKOK、 これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは守備の名手、どの上。守備の名手か、俺もそういう。あ、これはどうだ。ちょっと無理。飛びつくと確実に後ろに反らすからな。右バッターボックスは8番、ここはちょっとね、打った。試合を崩したくない。 OKOKOK、 2塁フォースアウト、よーし。スリーアウトチェンジ。いや、そこでセンター飛びつかなくてよかったね。きっちりゲッツーを取ってくれたんで、まあ OK ですね。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャー王子、投げました。打った、流し打ち。これは大丈夫ました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って大島、今日はセカンドフライとセカンドゴロ。投げました、見逃しの三振。バッター2000本安打の好打者荒木、今日はファーストフライとセカンド打ちました。阿部ボールを掴んだ、サードから一塁送球。よしよしよし、あとスリーアウトチェンジ。ジョンソン三者凡退に抑えています。6回の表が終わって2対0。でもヒット3本か、かなり優秀だな。まあ、うちも3本しか打ててなかったけどね。見送ってストライク。ここでな、一発が出ればかなりでかいんだけどな。第2球、2球目フォークか。動きは3球目、投げました。これは1球外して、カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げた、菊池さんが出てる。打ちました、2シームを捉えた。伸びていった、よーし。ホームラン、第47号ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。今日は守備もミスってないからな。素晴らしい一発が出ました。球がすごいよね、本当に。質感っていうかこれさ、観客絶対取らないじゃん。なんか取る動作とかも加えてほしいんだけど、細かいあれだけど。投げた、アウトコース、見逃し三振。さあ5球目、変化球。おお、お見事、乗ってるね。2者連続三振になりました。スリーボールか。引っ張った。おお、これはレフトの左へ。これはヒットになります。ツーベースになるか。ゲレーロ、いいバッティングを見せました。大丈夫か。バッターは6番福田、今日は三振とレフト。2アウトだからな。アウトコース、よーし、さすが。7回の表が終わって、8回の表、4点を追いかけます。守備機会ゼロってなんだけどさ、守備機会ってどういうこと。1塁送球、アウト。これでワンアウト。俺取ったは取ったよね。取ったっていうかアウトにした数ってこと。インコース低め、空振り三振。ピンチヒッターは高橋。第9投げた、初球を打った、ピッチャー返し、受けた。高橋ナイスバッティングです。打順はトップに帰って大島、まあ、ツーアウトだからね。打った、これはライト落下点に入りました。全然大丈夫だね。取りました、これで3アウト。ファーストランナー残塁。お、でもこれは完封コース狙えるんじゃないか。しかもチャンスで回ってきた。菊池さん、さっきも出てたよね。打つな。一発負け運とか悲しいな。病。二塁牽制、二塁タッチセーフ。第3球を投げた。よーし。左中間大きいぞ。伸びる。まだ伸びる。入った入った。この試合は打撃の調子もいいね。さて、いよいよ9回に入ります。まだ投げてるか。2000本安打の好打者荒木、見逃し三振。バッターは3番ビシエド。
第6球は通算50、あと9って今シーズン中には絶対無理だよね。あと9勝ってここからは通算105本塁打まであと5本として来シーズンだな、50勝に到達。あ、待って大丈夫です。試合終了。おお、最後俺がフライを取って終わったのか。見事な完封勝利、カープ完勝です。なんだかんだで8対0か。あ、自分が打ってね点取れるからね。5安打完封さすがだな。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき、ジョンソン13勝かで、自分が48号までいったか。3ホーマー。そしてちょっとやっぱり体力が減ってきたかな。ここは1回移動してフリーだから寝ると。で今日から巨人戦か。どうしようかな、ちょっともう1回デートするか。レイちゃん、そういやそうだったね電話で終わるんだったね、忘れてたよ。3位のジャイアンツ、ライトの間さん、レフトが丸さん、でファーストは今日は新井さんだね。でピッチャーが野村さんというところか。ちょっと鈴木さんの様子でも見てみますか、この試合が終わったら。様子っていうか、なんか怪我とかしてないのかな、なんかちょっと心配ですね。これだけ出てないと。早いな、マジで。これでワンアウト。打点につくのが。右バッターボックスは2番片岡。さっといく。いや、動きが軽快すぎるわ。菊池さんとかマジすげえ。ランナーありません。バッター恐怖の格段と妙投げました。流し打ちどうだ。一塁へ送る。おお、あそこはトスするんだな。スリーアウトチェンジ。野村三者凡退、無得点に抑えています。1回の裏が終わりまして、阪神とか立ち上がりを無得点に抑え、むちゃくちゃ負け越してるな。さてチャンス回ってきた。チャンスを迎えました。大きなさん、また出てるか。ちょっと振り遅れたな。これは入れば先制だ。さらに、ああ人伸び足りなかったね。若干遅れたかな、振るのが。2回の裏、坂本か。の攻撃に入ります。この回のトップバッターは坂本。打った。おお、これはでも大丈夫か。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。阿部は5番、阿部ストレート、フォアボール。フォアボール。バッターは6番村田。第3球流し打ち、ファースト左へのライナ ー。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。打ちました。ショートの頭上、これも大丈夫だね。取ってアウト、3アウトチェンジ。2回が終了しました。さて3回裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。ストライクが先行してるけど、打ったピッチャー返し、菊池。これはでも菊池さん、お見事。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー吉川。投げました。変化球、空振り三振。バッターはトップに帰って長打。第1打席はセカンドフライに倒れています。投げました。アウトコース低め見送って、ちょっとフォアボールを出すね。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れて打ちました。これはピッチャー返し、田中。でも一塁送球、一塁か。アウト、スリーアウトチェンジ。ああいうのもちょっと迷うよね。二塁に投げるか一塁に投げるか。序盤、ゲームは中盤戦に入ります。第一打席はライトフライに倒れています。152キロか。うわ、ちょっと待って、ストライク。まずは今の失投は無理だよ。打ちました。センターへの打球、ちょっと今日は人伸びしないな。これでワンアウト、ランナーはあります。しかし後続が続いてくれた。この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッター恐怖の格段と両打った。おお、これは取れるか。でも打球が上がってきますが、取りました。これでワンアウト、ランナー上がりすぎたね。右バッターボックスには坂本。第一打席はライトフライに倒れています。打ちました。一二塁間への当たり、これも OK。 野村取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げた、打った、痛烈な当たり、大丈夫です、大丈夫です。掴んでこれで3アウト。全然 OK っす。野村見事
あでもヒット全く打たれてない。そしてめっちゃ味方は打ってるな。いや広島普通にマジ強いね。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、これはいける、よし捉えたよ。さてあと1本で50号。完璧に狙ってたよ。ほら5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入る。フルカウントか。この回のトップバッターは村田。打ちました村田に。待って待って待って、間に合うか。間に合ったね。よしよしよし、これでワンアウト、ランナーはありません。着弾点がすげえ分かりづらい。あ今のフェアなんだ。ベースを踏んでツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。投げた、低め見送って、うーんフォアボール。そして代打山本、第3球を投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ。荒井1塁踏んでアウト、3アウトチェンジ。1塁ランナー、もう5回で残塁に終わりました。代打を使ってきたのか。ジャイアンツこの回1番からの高打順になります。先頭バッターは長野、今日はセカンドフライ、打ちました、ピッチャー返し。おもうマジでさ、菊池さんすごすぎるんだけど。バッターは2番片岡、今日はセカンドゴロ、ショートゴロ。初球から打ってった。俺はこういうボールしか取れないからね。浅い当たり。はい、OK です。これで2アウト、ランナーありません。バッターは恐怖の核弾頭陽。俺もな、守備で見せたいよな。打った、三遊間へのゴロ、一塁送球アウト、3アウトチェンジ。東京ドームからお送りしております、読売ジャイアンツ対広島東洋館。クリーンアップからか、中盤まで。おお。か、追加点のチャンスです。得点だし、今日2打点を挙げています。外れた、ボール。森福やる気なさすぎる。投げました、ちょっと待って、2球目ストライク。カーブか。セカンドランナーちらってみた、投げました、打った、神余裕があります。ちょっとだけ下を叩いてしまったね。神取りました、菊池打球を確認して三塁へ向かう。足が速い。なおもチャンスが続いています。7回の裏、そしてジャイアンツラッキーセブンの攻撃。またノーヒットノーラン系だよこれ。阿部ボールを掴んだ。これはでもどうだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは肩が弱いとね、ああいうの内野安打になっちゃうからね。打ちました、田中ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。いやまたちょっと緊張してきたよこれ。投げました、やらかしたくない、マジでやらかしたくない。左バッターボックスは7番ギャレット、三振で抑えてください。ああこれはでも大丈夫、取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー、いやーヒット0本そしてこっち14本打ってるし。8回の裏、今日はわりかし守備機会が来てるからな。この回の先頭バッターは亀、打ちました。あーでもこれはどう、大丈夫だね。取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打アイコン、第5球。ちょっとスタミナが切れてきたか。投げました、打ちました、サード左、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に返って、しかしもう2アウトまで来てる。投げた、打ったに当たりだ。これ大丈夫、大丈夫、絶対大丈夫、これ OK。これで3アウト、8回までが終了しまして、さああと1回、5打席目も回ってきたね。リードで迎える9回です。今日はツーランホームランを打っています。ポーカーフェイスなんだ。投球これから2球目、ポーカーフェイスかどうかなんてさ、結局あれかな、マウンドで絶対顔に出さないってなるとポーカーフェイスになるのかな。バッター追い込まれました。さあ4球目、感情のない男みたいな。鉄仮面とかあったよね、そういえば。よし、これ50号。もうこれは絶対勝ちは決まったから、あとはノーヒットノーランを達成してもらいましょう。現在の打率は2割4分。打った、うおー抜けたか。ボールは中継、菊池さんでも取れなかったか。あれは第4球を投げた、あっと引っ掛けた、トラフラッと上がった打球はショートフライ。これはでも1安打ピッチングかな。勝利まであと2人、バッターは4番坂本、今日はここまです。おお見事、空振り三振。左バッターボックスは5番阿部、第4球は打ちました、サードの頭上。これも大丈夫だね。いやーサード取りました、試合終了です。あのヒット1本惜しかったね。勝利、カープ圧勝です。
今日のヒーローは見事完封勝利を収めた野村。本当に今日はいやでも野村さんなんか前もねどっかの誰かさんのせいでノーヒットノーランとかね崩れちゃったけどね。いやでも強いな、16勝か。野村さんあと何回投げるんだろう。うまくいけばなんか20勝とかいくかもしれないね。いきましょう。さて8月30日、一応登板日だね。まあ万全を期して寝ておくか。そして巨人戦、ファーストは新井さんだね。ああそうだ、鈴木さんを見るって言って結局見てないな。今日は俺が外野に出てないから赤松さん、丸さん、野間さんか。いやーマジで鈴木さんの状態が気になる。東京ドームです。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターはジャイロボールを決めよう。投げた、打った、これは掴みました。いいね、ありがとう。これでワンアウト。本当にありがたいわ。バッターは2番内野陣、まあ、外野も強いからね。空振り三振。バッター守備がねいいっていうのはすげえ安心できるわ。全然全然余裕でしょうと思ったら全然余裕じゃなかった。いいバッティングを見せました。打たれたか。さあ2アウトからどうするかな。牽制っていう感じでもないからな。ここまでカウントが進んでるからね。三振。1回が終了。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。負け運。ほら自分で取る。打った、これはいい。行くか、行かないか。打球はそのまま行かないか。これでワンアウト、ランナー。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。さあ、これは外していこう。ジャイロボールに送ってボール。カウンター2ボール。そんなに足遅いんだ。投げました。打った、ファール左へのゴロ、一塁へ送る。はい、ありがとうございます。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番、村田。投げました。打って引っ張った。三遊間ライナーで破った。ヒット。村田ナイスバッティングです。ワンアウトからのあれか。先制のランナーが出ました。これを落とすか、三振併殺。打ちました。これでも取れるんじゃない。取れるんじゃないっていうか普通にライトフライか。ランナーは一塁変わりません。ファールかと思ったじゃん。第4球を投げました。ストライク。ここはさあボールが先行してるっていうのがね結構きついんだよね。次は6球目。フォアボールにあんまりしたくないからな。菊池取った、一塁送球アウト。ほとんど俺動かないからね。2回ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから点が取れないね。先頭バッターピッチャー菅、第3球を投げた、インコース。ジャイロボールがね割とずれるときはずれるんだよね。さあ投球は5球目、投げた、打ちました。これは菊池ボールを取る、一塁へ送るアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って長打、第1打席はよーし、OK、見逃し三振。投球これから2球目、あーこれはどうだ、ヒットヒットをねわりかし打たれるんだよね。片岡いいバッティングを見せました。もう1球もなんか絶対無理だし。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。3球目ストライク、追い込んでいます。ちょっと下目にジャイロボール見送ってボール、これは完全なボール球、三振。東京ドームからお送りしております、読売ジャイアンツ対広島東洋館。菊池さんの打率がすごい。3回まで終了しまして0対0両チーム、0対0で迎える4回です。現在の打率は5割4分8厘。これは入ってくるか。ワンシームワンシームって何、マジでわからん。自分で点を取る。51号、よし、あとはこの2点を守りきりましょう。坂本、今回のトップバッターは佐藤、打ちました、一二塁間への当たり。あれちょっと待って、あれってさ俺が入んなきゃいけなかったかな、全く動いてないけど。左バッターボックスは5番阿部、最初のバッター、あ、しまった、外れてフォアボール。もうあれだった、バッターは6番村田、完全にフルカウントだったね。見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。カウントのね進みがねちょっと空振り三振。
バッターは7番ギャレット。ギャレット三振か。これは落としてこう。打ちました。セカンド左、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。軽く投げるね。毎回ランナーを出してとか言われてしまった。追加点のチャンスを迎えました。シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。第2球投げた。これは変化球スローから入ってきたか。第3球を投げた。打った。これはでもちょっと無理か。アウト、スリーアウトチェンジ。まあでも1点取ってくれたからね。5回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは上。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投げた。打ちました。センター前に出る。ヒットになります。上、ナイスバッティングです。ああいうのはね、まあ、おっと待って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 。ジャイロボール見送ってボール。カウンター2ボール。あーっとショーフライになった。よしよしよし。石原取りました。送ることができません。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球ストライクから2球目空振り。タイミング合いません。外へちょっと投げました。1球外してボール。1球外してきました。投げました。見送ってボール。カウント2ボール2ストライク。インコース読まれてる。レフト線ヒットになります。いやーやばい。これは3塁まで亀三塁です。進まれたか。犠牲フライでも1点だな。ピンチを広げてしまいました。これはもう三振に切って取るしかない。俺のジャイロボールを見ろ。菊池詰まらせた。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。カウントなしか。投げました。フォークボール見送ってストライク。もうカウント1ボール1ストライク。打ちました。これも大丈夫でしょう。よしよしよし、なんとかピンチを脱出した。完全に詰まらせたね。根元の方だった今バットの。6回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは坂本。アウトコース低め。いいね、いいところに来ましたね。第2球投げた。打ちました。これは無理か。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。フルヒッターか。インハイを打ってストライク。第4球を投げた。いや、阿部怪我しましたよ、ね、したいつだよっていう感じだけどちょい前にね、阿部がね、確かなんか怪我したはずなんですよ。なんかホームランを打ってその後なんか怪我したのかな、よくわかんないけど、あんまり細かくはプロ野球見てないんで、なんかそんな感じの記事があった気がしますね。トップバッターはギャレン。打った。これは投げ頃ちゃんとベースカバー入らないとね。バッターは8番カミ。投げた。見送ってストライク。ダイヤメンスのフルヤがベースカバーあんまり上手くないのはね、わかるわ難しい。ワンボールツーストライク。投げました。打ちました。取りました。よし、これでツーアウト、ランナーありません。相川ピンチヒッターは相川。初球ファウルから投げました。打った。フラフラッと上がった。結構なんか詰まった感じの打球が多いね。3人で打たれるんだけれども詰まらせるっていう。3点。まあ一応気持ち的には楽だけど。今日はツーランホームランを打っています。もう1点くらい欲しいかな。投げました。ちょっと待って打ちました。振ってしまった。片岡掴んだ。セカンドから一塁送球。これでジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。スタミナは9回持ちそうだな。今日はここまで3打数1安打。これもライト。オッケー、ありがとう。ちょっと危なかったけど。ランナーはありません。投げました。つけられたな。高めボール球打った。フラフラッと上がった。セカンド掴みました。これで2アウト、ランナーありません。さて低めのアウトコースいっぱいに決めようと思ったら一応ボール球を振らせた感じか。三振で仕留めました。よし、9回の裏。さあ9回の裏、このスタミナが残ってればなんとかなるな。やっぱりな、これ石原さんのキャッチャーのおかげだよね。大丈夫、 OK。 完封勝利まであと2人。ちょっとボールが先行しているか。これは押し切ろう。さすがに3球連続はちょっとジャイロボール投げられないからな。およーし、9球フォークで落として、でジャイロボールをボールからストライクに入ってくる感じ。おお、しかしうちの内野陣は守備力が半端ないからな。オーケーオーケー、5安打か。活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対0カープ勝利。
自分で打って自分で守る9勝これ10勝はいけるね。まあ調子に乗ってると負けたりするんだけどさ。いやーすげえいろいろトロフィーくれるね。ピッチャーのトロフィーと打者のトロフィー両方くれるからね。そしてマジック5行きましょう。今日は疲れたからな本当に完封して。完封勝利を記録。ファンが13人。13人しか増えないんだ。なかなかいいピッチングしたと思うんだけどな。というところで、一応広島マジック5まで来ましたね。で、8月は最終日と9月がまあこれだけ残ってるんで、まあさすがにもう優勝は優勝っていうかなっていうの、クライマックスシリーズがあるんで1位とは言えませんけれども、1位通過っていうのかなこういうのって。まあまあ多分固いと思うんで、まあ、あとはクライマックスシリーズを勝って日本シリーズを勝ち抜いて日本一というところですね。まだまあ1ヶ月以上ありますけれども、というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。そうで鈴木さんね、ちょっと見てみたらやっぱり怪我してましたね。しかも肉離れの全治25日って結構長いよね。復帰までもあと18日あるんで、まあ一応ねクライマックスシリーズは全然間に合うと思うんで、まあぜひとも1日でも早く、怪我を治して復帰していただきたいものですね。というところで、本当に終了します。